今シーズンですよ。こういう生わかめって書いてあるわかめ、スーパーによく売ってるでしょ。汚い色してるやつ。今日はね、これで佃煮作りましょう。さあ、分量こちら。これよく見るサイズですよね。1パックね、200〜230g入ってましたね。これ1パックで作ると、1人家族ならまあ1パックでもいいけど、2人3人4人家族って言ったらね、この1パックじゃね少ないです。すぐ食べちゃう。これ2パック買って作った方がいい。2パック一気に作るんだったらこれ2倍にしてくださいね。生わかめって、もし緑の綺麗なわかめが隣にあったら、多分この茶色のわかめ買わないでしょう。実はね、この茶色のわかめ火通したら色鮮やかな緑になるんですよ。私としてはね、こっちの茶色い汚らしい方の生わかめの方がおすすめです。こっちの方が断然美味しいです。何するにしても、お味噌汁に入れるにしても、こっち買ってください。まず買ってきたら洗う前に切りましょう。お水かけちゃうとね、トロントロンしてっていうのかな、ネトンネトしてっていうのかな、手触りがね切りにくくなっちゃうから、水かける前にまずは切ります。これ1センチもしくは 1.5 センチぐらいの幅に切りましょう。でよく水洗いして、で水をよくチャッ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 切ったら、はい、フライパンにバシャン入れまして、この分量を全部入れて、中火より少し高め、私これね IH で言うとこの5ですね、火にかけます。水気が蒸発してくるまでずっとこの火加減でいきます。でお水は入れません。これよくね、お水入れろっていうレシピもあるんだけど、この乾燥わかめじゃなくって生わかめのタイプ、生わかめってね水気がたくさん含まれてるから、これ火にかけるとジョボジョボわかめから水出てくるんですよ。これに水プラスしてると蒸発するのにめちゃめちゃ時間がかかる。これ1パックだったら強めのこの火加減で20分弱かかりますね、出来上がるまで。2パック一気にすると25分ぐらいはかかるから、水気はね増やさない方がいい。水気は入れない。煮立ってきたらもう蓋開けて、もう水分飛ばしにかかります。クタ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 煮なくてもね、硬くないし、どうせこれ20分25分炊いてますから大丈夫です。蓋開けたままいきます。で生わかめって茎のとこちょっと塩辛いんですよ。ピラピラしたとこはね塩辛くないんだけど、軸が塩辛い。今から軸だけ入ったパックっていうのがね、茎わかめって出てきます。茎だけのパックの場合はまず一旦パッと茹でて塩抜きした方がいいです。詳しくはねこちらの動画見てください。これで佃煮を作る場合には、今回みたいにそのまま味付けると塩気がきつすぎる、塩辛い。今回ね茎の割合がね少ないし、味確かめてみたら若干塩辛いんだけど、まあこれはこれでありかなと思ってそのまま炊いてます。でこれね、お味噌汁にしても美味しいです。こちらの動画で紹介しました。私春先ね、この生わかめ入れたお味噌汁よく食べます。大好き。乾燥わかめとは比べ物にならないぐらい美味しいし、磯の香りがめっちゃ立って本当美味しいですから、地域によると思うんですよね、これが売ってるところっていうの。もし見つけたらね、ぜひやってみていただきたい。わかめしか入ってないお味噌汁作ることと、この佃煮。じゃあ20分25分して、水気が干上がってきたらこれで出来上がりです。でもね、ラストね、パリパリになるほど飛ばさない方がいいですね。飛ばしすぎるとカリカリになっちゃうと思う。若干水気残す感じで、最後ラスト火止めるのをね、やりすぎないように気をつけて。海苔の佃煮っていうのはね、よくあるけど、わかめの佃煮。意外とこれね、20分25分こうやってクタ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 炊いててもとろけないもんですね。わかめ食感もちゃんと残しつつ美味しい。今シーズンですから、ぜひやってみてください。それじゃまた。